お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原ではクリア後ライマックスアドベンチャーで捕獲したネクロズマをピオニーに見せると特製パッチがもらえて伝説のメモがクリアとなりますよね。では過去作から送ってきた個体や他人が捕まえた個体を見せたらどうなるのでしょうか。メモを渡してすぐなのにクリアとなるのでしょうか。それとも何か特別なセリフがあるのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はピオニーにカッコさん他人さんのネクロゾマを見せるとどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、とりあえずねクリアして伝説のメモをね持っている状態でございます。でネクロゾマはね2体持ってきました。これは今のロームで捕まえたやつじゃなくてですね、中身一応見とくと、はい、じゃあまずはこのネクロズマで親は光るってなってますけど、まあその通り私ではないってことですね。でこいつはアローラ地方から時間と空間を超えてはるばるやってきたようだっていうことなんで、カコさんですね。なので今回のテーマはこいつを見せていくっていう感じになります。でこいつを手持ちに入れましょう。ウーラオスと交換と。じゃあ早速やっていきましょう。やっぱかっこいいね。はい、でこっちにピオニーさんがいますので、こいつにメモをまずはね渡していきます。まあここは別に特に関係ないかな。まあこれ普通にイベントは起こるだけですね。伝説空を追うウルトラな穴伝説っていう感じで始まって、はい、いきなり見せていきましょう。じゃあ話しかけますよ。ここは重要な瞬間でございます。今持ってますんで行け。おお隊長、伝説見せてくれんのか。見せる。どいつを見せてくれんだ。ネクロズマ。プリズムポケモン。ネクロズマ、その割に黒ずんでてプリズムのかけらもねえぞ。何、別世界から光を求めてやってきただ。だったらもっと外に出て元気に日光を浴びるや。ピッカピカ輝く健康人になれるはずだな。頑張れよ。今のは謎のメモのポケモンに似てはいるが、なんとなーくこの巣穴にいるやつじゃなさそうだな。大変だとは思うけどよ、地道に気張っていこうぜ。うわ、じゃあこれあれか、見分けられてるってことか。ちゃんと親名チェックされてるって、そういうことね。なるほどね。じゃあやっぱこれじゃ先進まないんだ。ピオニーって結構おおらかそうに見えますけど、意外と繊細な感覚を持ってるんですね。じゃあ次は他人さんのやつ見せていきましょうか。これ親一人でございまして、ですが今やってるロムは別ロムでございますので、これはまあ他人さんということですね。でもちゃんと2020年11月1日、まあこれ日付ずれてるんですが、マックスダイス穴で、ちゃんとゲットした個体でございます。でこいつだったらさっきの話で言ったら巣穴で見つけたやつじゃねえみたいなこと言ったんで、これいけんのかな、ワンちゃん。だって一応巣穴で見つけたやつですからね。じゃあこのネクロズマね、こっち持ってってさっきのねクロズマと交換して、この状態でいきたいと思います。よし、じゃあ話しかけろ、頼む、見せる。ネクロズマ行け。ここは一緒ですね。プリズムのかけらもねえぞ。何、別世界から光を求めてやってきただ。オッケー、それはいいよ。今のは謎のメモのポケモンに似てはいるが、なんとなくこの巣穴にいるやつじゃなさそうだな。いや、やっぱこの巣穴っていうことなんだ、限定されちゃうんだ。大変だと思うけどよ、地道に気張っていこうぜ。マジか。ということはちょっと待って、これやばくね。カコさんがこの巣のものじゃないってのはなんとなくわかりますけど、他人が捕まえたやつがこの巣のものじゃないってのはちょっとおかしくねえか。じゃあこのポケモンの世界ではこの巣っていうかこの先みたいのがいっぱいあるってことなのかな。それがユーザー一つ一つに設定されてなかったらおかしいもんね。でもユーザー一つ一つに固有の巣があるっていう設定だったら、もうポケモンの世界リアルに想像したらめちゃめちゃやばいことになるぞそれ。しかもそしたら伝説ももうめちゃくちゃたくさんこの世界にはいるっていうことになっちゃいますね、本当に。っていうか仮にそうだとしたら、ここでみんなで挑戦やって他の人が指定した巣に行くとしたら、それはそのユーザーのところの巣に行くわけですよね。つうことはここの巣には行かないってことだから、そのネクロズマ見せても自分で捕まえたとしてもピオに反応しないんじゃね。これ絶対検証しなきゃいけねえな。はい、ということで別のロムでですね、ネクロズマ指定しておきました。そのロムにいなかったんで2回経由して無理やり別ロムに記録させました。じゃあやっていきましょうか。でここでご覧の通り私は指定してないので、他のね人の巣に参加してるわけであって、つまりこれは別の人の巣穴に行って捕まえるっていうことになります。はい、他人の巣のネクロズマ撃破。よし、ゲットしました。はい、じゃあネクロズマこいつもらっていきましょう。はい、じゃあ一応さっき捕まえたやつは見ていきましょう。親名はチョーリーで、このロムの
名前となっております。ちゃんとでプレミアボールで、先ほど捕まえた通り、ちゃんとボールになっております。まあちょっとこれ日付違いますけど、マックスダイス穴でちゃんと出会ったね、答えとなっております。こいつでねやっていきましょう。でこいつは改めて言いますと、他人の巣で取ってきたネクロズマとなります。なんで他人の巣ってことがわかるかっていうと、先ほど他人さんのネクロズマで確認した際にこの巣で捕まえたものじゃないっていうことが証明されたので、ということはそれは別の巣穴で、ゲットされたものっていうことですよね。なので他人とここの巣は別の巣っていうことがわかるわけですね。なのでこのネクロズマが他人の巣から出てきたやつってことがわかるわけです。まあとりあえず見てみましょう。はい、これで話しかけていくよ。ていや、ああ進んだね。おお隊長、伝説見せてくれんのか。まあ、当然なんだけどこれおかしいよ。だってさ、これ他の人の巣穴で捕まえたものですからね。なのに先ほどまでは別に他の人さんのやつ見たら別の巣穴で捕まえたやつって言ってましたから、え、これ矛盾だろ。これある意味結構大きな発見だと思うんですけど、いや地味にこれやばいっていうか、このポケモンの巣の設定がわけわかんねえ。ということで検証結果、ピオニーにカッコさん、他人さんのネクロズマを見せると、この巣のポケモンじゃないと感覚で見破られてしまうでした。まあこれ自体は予想できなくない結果でしたが、それよりもポケモンの巣の設定の方が気になりましたね。他人が巣穴でゲットしたやつも、この巣穴のじゃないと言われるのに、みんなで挑戦で他人の巣穴で調査してゲットしたやつは OK なわけですからね。まあ、ダイマックスアドベンチャーの設定の詳細が明かされてほしいですよね。まあ、こんな癒やしいツッコミをしてしまうのは私が汚い大人になってしまったからですかね。やだね、黒ずまない心の少年時代に戻りたくなりますね。